ごめんね。一応私が姉さんを脅して無理やりケーキを作らせることになってるの。いいのよプリ、それが今の私の立場。ややこしいことになるからプリンに微笑まないで。プリン、プリンしっかりして。サンジを救えなくてもいいの？いや、メザールだ。お前はラビアンにくるまって隠れてる。サンジ。ああ、分かった。サン、なんて美しいウェディングドレスの姿。かわいそうに結婚式が台無しになっちゃって。だが憂いを帯びたそのお姿もまた麗しい。あ、ふんわり大臣。し、シフォン様。みんな大丈夫よ。シフォン姉さんは謀反の主犯じゃない。悪いのはシフォン姉さんの夫ギャングベッジよ。はあ。どうした？やべ、まずい。時間がないわ。すぐにお菓子工場に行きましょう。は、はい。さすがプリン、うまく騙せた。いやー、プリン様、今日の日の事件、幸せな結婚式がまさか麦わらのルフィの乱入とベッチの裏切りにより崩壊しようとは。あのサンジという男もとんだ食わせ者でしたな。起きたことは仕方ないわ。プリン様もお辛いでしょうな。ママのお怒りもいかほどのことか。そうよ、怒りと空腹。おまけに食い煩いでこの国を潰しかねない状態。なんとも恐ろしい。準備はできてる？はい、今から1時間ほど前にホールケーキアイランドよりコックたちが31名派遣されております。ホールケーキアイランド料理長の誇りを胸に、いざ